組合協会の三元労働者前継と原田、女社長第一回組合協会大会親睦会と、朝鮮人牧師、伝道師日本組合キリスト協会は、戦前のキリスト協会の主流派の一つで、1941年に日本キリスト教団に統合されて消滅した、改修派の団体。グリーン宣教師アメリカの最初の海外伝道組織のアメリカンボードは、改修派。 長老派、オランダ改革派などが加わり、無教派的な組織だった。日本の組合協会は、アメリカンボードの DC グリーン選挙支付祭の来日から始まる。アメリカンボードの関係協会には、やがて同志社を卒業した、熊本バンド出身の伝道者が加わり、関西、群馬、岡山、愛媛など各地に協会が設立された。アメリカンボードと熊本バンドの二つが、 日本組合キリスト教会の源流である。1874年4月19日に洗礼を受けた11名によって創立された神戸公会は当初から改修制を取った。1878年に開拓伝道や協力活動のために日本キリスト伝道会社を結成した。1880年代に各教派が伝道組織を固めたために 伝道のために組み合わされた組織の意味として1886年に日本組合キリスト教会を設立した。明治38年10月、本郷協会において第21回総会が開かれ、従来アメリカンボードより援助を受けていたミッション補助協会を全て組合協会で引き受け独立自給することを決議した。その後、 組合とミッションの両方の委員の会議の結果、組合協会は自らに属する協会を明確に区別し、それらは電動会社からの補助があったとしても、ミッションにより独立自給することになった。このように、組合協会は日本で最初にミッションから独立し、自給自治を達成することになった。やがて、ミッションと組合の間の不信感も解消され、 教会側は直接伝道に携わる、宣教師に伝道会社の客員として協力するように、要望して、ミッションもこれを受け入れた。その後、一致教会との合同の協議を重ねるも不調に終わり、同志者を拠点に活動し、組合協会の三元道と呼ばれたエビナ壇上、尾崎高堂、宮川つねテルらの指導のもとに、日本のプロテスタントの中の三大教派の一つになる。 1910年の日韓併合時より、朝鮮総督府から巨額の資金援助を受けて、渡せ常吉を派遣し、朝鮮植民地伝道を繰り広げた。1912年には、教職者142人、教会数91、教会員17,816人となる。1920年代頃から天皇制を賛美した。1941年に、 日本キリスト教団に第三部として参加し、組織は消滅する。1935年には、長谷川初音が最初の女性牧師に就任する。進学的には、リベラルな傾向が強かった。1889年に指導者、尾崎行動が同志者で行われた YMCA の下記学校において、聖書のインスピレーションと題する講演で高等批評を、擁護し、 聖書信仰を否定した。ここから、日本のリベラルが始まると言われる。また、金森通林は、妄想古書は、ユダヤ人の伝説や、神話の寄せ集めであると主張した。渡瀬基吉、朝鮮協計の旧務形成者書店1913、修芸吉樹、明治初期神戸伝道と DC グリーン新教出版社高橋2003年、184ページ、中村里氏、 日本人による海外宣教の歩み関西ミッションリサーチセンター、日本福院同盟、小形守日韓教会成長比較命の言葉者、中村里氏、日本キリスト教宣教し命の言葉者、小山礼二ほか、教会成長シンポジウム申請運動。ありがとうございます。